この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の主観、シュークリームへの憧れ、三元パイへの絶対的な信頼、などが含まれます。どれか一つでも苦手なもののある人は、視聴はおやめください。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日取り上げるのは誰なの？予告通りのあの男だぜ。アップ時期は予告を大きく外しているけどね。私は常に最善を尽くしている。それを非難する者は、それ相応の責任を負うことになるだろう。なんか最近そんなことばっかり言ってる男を、ニュースでよく見かけるわね。あいつも内心、また、平野になってるんじゃないかと思うぜ。確かにね。さっさと話を進めるぜ。そんなわけで教科書では常に良い感じで書かれるこの男。今回は原隆を解説するぜ。行ってみよう。安政3年2月9日、森岡藩の岩手郡元宮村で、森岡藩士、原直春の次男として誕生。そして見逃せない事実を一つ。何かしら？原家は隆の祖父、直樹の代に、南部としとも、としただ、としひさ、の三代の藩主に仕え、家老職まで務めたんだぜ。あらま。ってことは家柄すごくいいってこと？そうだ。家は延べ床面積が250坪ほどで、一部2階建ての超豪邸だぜ。まあ平民最小の称号は明治政府からの爵位の有無だから、家老の家柄で、嘘じゃん、ってことにはならないけれど、印象は変わるだろ。そうね。隆はこの家柄についてのプライドが、とても強かったらしいぜ。しかし20歳の時に分家して、平民の身分で新たな都主となっているぜ。次男であれば分家はわかるけど、家柄へのこだわりはどうしたの？当時は都主。今でいう世帯主になると徴兵が免除されたからな。兵役を逃れるためなら、こだわってはいられないと。まあそんなところだろうぜ。話を進めるぜ。んわっぷっぷ。戊辰戦争で森岡藩は奥羽列藩同盟に参加。新政府軍久保田藩と秋田戦争を戦ったんだぜ。一時は大館城を落とし勢いに乗るが、体制を整えた久保田藩と薩長の反撃に遭い、戦線は国境まで押し戻されてしまう。なんとなんと。この間森岡では薩長新政府への強順派が藩を掌握。退却してきた四川派を捕獲し、明治元年9月24日、新政府に全面降伏したんだぜ。原隆はどうなったの？戊辰戦争で新政府に反抗した森岡藩は賠償金を払わねばならず。そのため原家も土地、屋敷を手放しているんだぜ。となると苦労はしてるのね。明治3年から明治9年までお金に苦慮しながらも勉強に励み、司法省法学校に優秀な成績で入学するんだが、寮の待遇改善運動に関係したとして、明治12年退学処分を食らっているぜ。役人になり損ねてしまったわね。その後放置新聞や胸中新報と新聞社を渡り歩いた際に、政府の目に留まり、明治16年、27歳で外務省に採用されるぜ。何が人生の転機になるかわからないわね。関東に着いた原は明治29年まで、外務省から農商務省、そして再び外務省へと、官僚としてのキャリアを重ねていったんだぜ。二度目の外務省出資では、陸奥宗光の引き立てで、39歳で外務次官に抜擢されているわね。しかしその陸奥が病気で外相を辞任し、第二次松方内閣で大隈が外相となると、大隈嫌いの原は外務省を退職し、明治30年に大阪毎日新聞社に入社、翌明治31年に社長に就任しているぜ。天下り衆がプンプンね。それにしても原は大隈が嫌いだったなんて意外ね。自由民権の大隈と政党政治家の原隆って、明治の人物を分類すると、同じ側って感じがするんだけど。教科書では薩摩、長州派閥以外の人間を、いい人物とする空気があるからな。大隈重信なんて実際政権担当したらとんでもなかったわけだしな。そういった事実も学校教育だけでは知る機会はないわね。そうだな。戦後の日本は学会も教育会も言論会も、とにかく日本という国家を悪く言ってればオケというおかしなものになってしまったからな。なんともね。話を戻して、時勢はロシアとの戦いに備えなければならないという状況で、軍備を拡大するために増税をしようとする政府に対して、衆議院の各党は常にノーと突っ込める。桂太郎の動画でも解説した、政党の、増税するな、戦争には勝て。ね、そうだ。そしてそんなことができるわけがない。だから政治に責任を持つ者たちは、この状態を何とかしなければと焦る。確かに、増税するな、戦争に勝て、なんて責任を負ってことに臨む態度ではないわね。この為政者たちの焦りが、いろいろな人のいろいろな思惑を巻き込み、政界再編へと繋がるんだぜ。ほうほう、初代内閣総理大臣だった伊藤博文は、議会に勢力を持たない政府が、いかに弱いかを知り尽くしている。そしてロシアの脅威を考えれば、様々な懸案を迅速に処理していく必要がある。その解決策として政府に協力する政党の立ち上げ準備を始めたんだぜ。
そりゃ議会で政府与党が力を持てばスムーズな政権運営ができるわね。そして議会側では星徹がさらなる権勢の拡大を狙って、伊藤の立ち上げる新党に自らの権勢と合流を画策。ここに両者の思惑が一致し、伊藤とその新派の官僚プラス権勢党で構成された巨大政党、立憲政友会が創設されたんだぜ。これが明治33年9月15日のことね。原はこの時に伊藤博文や井上薫の勧めで新聞社を退社して政友会に参加したんだぜ。いよいよ政界へ進出ね。政友会に入党した原はその実務能力を買われて、12月19日に党幹事長に就任したんだぜ。幹事長といえば党首の代理人みたいな位置づけよね。政友会幹事長は当初意見取りまとめの事務局長的な存在だったんだが、時間の経過とともに原が党の金や人事を握るようになることで幹事長の地位が向上していき、党内での原の権力も拡大していったんだぜ。総理にまでなった政治家だから、こういう動きは当たり前なんだろうけど、本格的政党内閣、や、平民宰相、って情報だけの印象とはかなり違ってくるわね。一流の政治家かどうかはわからんが、一流の政争屋だったことは間違いないと私は思っているんだぜ。なるほどね。この政界再編劇を見た、時の総理である山形有朋は、もはや自分の内閣では、議会運営が不可能であるとして、内閣総辞職し公認に伊藤を推したんだぜ。議会第一党の総裁、伊藤であれば議会運営もスムーズにいくってことでなの？国家のためにという意識は当然あるが、それ以上に出来たての組織に乗っかる伊藤に対して、やれるもんならやってみろ、くらいの嫌味もあったと思うぜ。なんとなく山形らしいわね。こうして誕生したのが第四次伊藤内閣なんだぜ。外相、陸相、海相以外の大臣ポストは全て政友会から出てるのね。そうだ。だから私はこの内閣だって十分、本格的政党内閣、だと思っているぜ。そもそも、本格的、ってものにどれだけの価値があるのかも疑問だしね。ともかくこんな感じで始まった第四次伊藤内閣なんだが、船出早々挺身大臣の星徹が、東京市会の汚職事件への関わりを疑われ、貴族院や毎日新聞をはじめとしたマスコミから攻撃を受けて、12月20日に挺身大臣を辞任。原敬はこの後任となり、挺身大臣として初入閣を果たすんだぜ。東北出身者として初の閣僚でもあるのよね。そうだ。軽量ポストとはいえ43歳で閣僚って若いわね。この若さとこの地位を考えれば、党内で抜きんでた存在になったのも頷けるんだぜ。そうね。政友会きってのホープって映ったでしょうね。伊藤内閣が渡辺増相初の揉め事で閣内不一致により総辞職すると、当然原も挺身大臣を辞職。後継に第一次桂内閣が誕生したんだぜ。日露の対立も日に日に増してきてますね。桂内閣が成立してから一月ほどの6月21日。増収賄の噂が絶えない星の金券体質に行き通った剣術師範、伊庭宗太郎が、政友会の重鎮だった星徹を、東京市役所内で視察してしまったんだぜ。なんとなんと、これでますます原の党内比重が高まるわね。星がいなくなっても自由党時代からの連中がまだまだ健在ではあるが、原の存在がさらに重みを増したのは間違いないだろうぜ。権力派の階段を着実に登ってるわね。明治35年8月10日に行われた第7回衆議院議員選挙で、原は盛岡の選挙区より立候補し当選、衆議院議員の肩書きを手に入れたんだぜ。今までは議員ではなかったのね。ちなみに政友会は376議席中190議席を獲得し単独過半数を占めているぜ。圧倒的じゃないか、我が党は。そしてまたまた原の党内基盤を強化する事件が発生するぜ。ほう、それは何としたことで。桂内閣は対露戦争の準備として、海軍拡張案とその財源を裏付ける増税継続案を、議会に提出する前に、第一党である政友会の了承を得るため、政友会総裁となった伊藤博文と会談した。ほうほう、伊藤から了解の感触を得て安心していたんだが、政友会はこの議案を党大会で否決してしまう。目は飛び出て顎外れそう。ロシアと戦うには海軍の拡張は絶対。せめて敵の旅順艦隊と同程度に拡張できなければ戦争にすらならない。桂は議会が開かれる前に、政友会を中心に格闘派の説得を、あの手この手と考えるが、彼らの主張は、海軍拡張には賛成、増税には反対、の一点張り。得意の、増税するな、戦争に勝て、ね。そうこうしてる間に第17回帝国議会が開会してしまう。そして12月16日、予算委員会で増税の継続は否決されてしまう。議会は一体何を考えているのかしら。貴族院議員も政府と衆議院の間に入って調停を試みるが失敗。このまま本会議で否決されてはやばい、と。総理の桂は12月28日に議会を解散してしまう。もうやけくそね。何の目算もないまま解散した桂だが、選挙中にもう一度伊藤の説得から始めたんだぜ。日本のために頑張れ、桂。
桂は海軍拡張案はロシアとの戦争を考えれば絶対に通す必要がある。増税が不可であれば交際でこれを賄う。なのでこれを通してほしいと同じ徴収人としてお願いしたんだぜ。伊藤はどうしたの？伊藤は桂の頼みを飲んだんだぜ。よかったよかった。明治36年3月に、第8回の衆議院選挙を終え、同年5月30日に海軍拡張案が通過。しかしことの成り行きを知った青年会党員は激高し、多くの脱党者を出したんだぜ。なんとまあ。脱党者の中には尾崎幸雄や林雄三、片岡健吉に土佐派の面々などと、板垣自民党時代からの古参が大量に脱党してしまう。これじゃ統制が弱まっちゃうじゃない？党全体で見ればな。しかし原個人から見れば重しのような先輩方が消えて、党の中枢にますます近づいたことになるんだぜ。確かにそうね。この出来事の後伊藤博文は政友会総裁を降り、枢密院議長に就任後任の総裁には西園寺金持が就任。これで政友会は図のような体制になったんだぜ。松田は古参の同志が大量にいなくなり、新鋭の原の方がわずかに力が勝っているような印象ね。原はこれからの男だからな、勢いは勝って当然だろうぜ。そして日露戦争が始まると、桂太郎の動画で説明したように、戦争中の国内運営が円滑に進むよう、首相である桂は原と秘密会談を行う。戦後政友会と提携も出総理の椅子を渡すから、戦争中は政府に協力してくれって会談ね。そうだ。そして最後には国民の納得しない講話になる。総理の座は政友会に回すからどんな講話でも賛成してもらいたい。この流れで原から了解を取り付けたのよね。そうだ。利権に里井原にとって、文句ない取引だったと思うぜ。だから日露戦争が終結しポーツマス条約の全容がわかると、政権授受の密約を知らない、激高した政友会代議士たちが集まり、政府の外交失敗に対する問責決議をぶち上げようと騒ぎ出した。代議士でさえ桂の奇跡のような仕事を失敗だって思ってるのね。ああ、程度が知れるんだぜ。今も昔も議員の質はあまり変わらないのかもね。そりゃ利権構造の元祖が原隆と政友会なんだからな。もちろん桂との密約の当事者である原は、この動きをしかとしたんだが、止めたりもしていないんだぜ。あらなんで？約束をちゃんと守ってもらわないと、こういうことが今後多発しますよ。と桂に対する無言の恫喝に他ならないんだぜ。まるでヤクザのやり口じゃない？ああ、インテリヤクザのやり口なんだぜ。原は力の信奉者だからな。金は数を生み、数は力を生む、ね。そして原といえば、鉄道抜きで語ることはできないぜ。桂太郎に不信感を抱かせた鉄道後期か問題ね。原は鉄道を政友会の統制拡大のため、徹底的に利用したんだぜ。鉄道見せつきに鉄道誘致を行いその時の指示を政友会に結びつける。まさに利益誘導型政治の生みの親ね。そうだ。桂太郎や江藤新平は、欧米と同じ幅の後期に切り替え、大陸との通商、軍事輸送の効率化を考えたんだが、原は統制を拡大するために、未敷設地平の新規開設に予算を回させたんだぜ。平民最小。その故障にしても、原には何度も借位授与の話があったんだがそれを断り続けた。それを、俺は特権階級にはならん、みたいな議談に取る向きがあるようだが、これはただ単に借位を受けてしまうと、自身が勢力を握る衆議院の議員を、続けることはできなくなるからなんだぜ。なんと、大日本帝国憲法下の衆議院と貴族院は、衆議院に予算審議権があるだけで、立場が非常に弱いものだった。みたいな意見が散見されるが、この予算審議権があるから最強なんだって話なんだぜ。その最強の予算審議権を手放して、借位を得て貴族院に移るなんて選択肢、力の信奉者である原が選択するわけないんだぜ。そういった理由があって借位を受けなかったのね。そうだ。そんな理由で県政初の、借位を持たない総理、になったのを、平民最小と称える理由が、私には皆目見当がつかないんだぜ。確かに経歴見ただけで庶民のものとは全然違うしね。長州、薩摩、いわゆる藩閥じゃないってだけで、偉大な人扱いになってるとしか思えないんだぜ。私は原を悪人としているわけではないぜ。平民最小や本格的内閣と言われ、漠然と、善、として語られることに対する、アンチテーゼとしての動画を作りたかったんだぜ。結論はこれらを踏まえて、それぞれが出せばいいものね。というわけで原隆の解説は以上なんだぜ。あら、桂や榎本みたいに生涯語りじゃないのね。ああ、さっきも言ったがアンチテーゼだからな。私としてはこれで満足なんだぜ。今回もお付き合いいただけた方々、本当にありがとうございます。次はどうするの？次は特に決めてはいないが、作ってみたいなって思う人物は何人かいるぜ。もっともっと作って、編集速度を上げていかないとね。ゆっくり解説で、週2とかでうぷしてる方とかって、もう人の息を超越してるとしか思えないんだぜ。自分が異常に遅いだけなのでは？そんなわけで、今回も、
ご視聴ありがとうございました。